カール・フィリップ・フォール・カール・バルト・カール・フィリップ・フォールはドイツのロマン主義の画家であるローマでナザレ派の画家の中で活動したが23歳で自己死したハイデルベルクで生まれたハイデルベルクの画家ロットマンに学び1810年にダルムシュタットの画家イゼルに才能を見出され1811年にダルムシュタットに招かれた ダルムシュタットで、ヘッセン大公国の学者と知り合い、ヘッセン大公ルートビヒ二世の日、ビルヘルミーネ・ォンバーデンに紹介され、資金援助を受け、注文も受けるようになった。ミュンヘン美術院に入学し、学生のルール、ルートビヒシギズモンのルール、1794から1887と知り合うが、美術院で学ぶのを止めて、徒歩で、来た。 イタリアに旅を始め、ローマに移った。ローマで活動していた、ナザレ派の画家たち、ペータンフォン・コルネリウスや、フィリップ・ファイト、ヨハン・フリードリヒオ・ファーベックらのサークルに加わり、ロマン主義の風景画家、ヨーゼフ・アントン・コッホから影響を受けた。1818 18年に、イタリアのテベレ川で友人の芸術家、カール・バルトや、ヨハン・アントン・ランブーラと水遊びをしていて、川で溺れて亡くなった。 友人たちは資金を集め記念碑を作り、ホールの絵を版画にして、ホールを忍んだ。弟のダニエル・ホールも画家になり、バーデン大公国で宮廷画家となった。ありがとうございます。